分かったんです。じゃあ聞かんとくわ。さて、お客様は何か夢を。そうか。はい。わしな、なんかあんまりこう、記憶にないんだけど、なんか泳いでる。泳いでる。なんか泳いでる。今年はじゃあ、水に関わることになる。いや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 、まあ、水も滴るなんとやら、昨日の、もうすでにこう、不要調があったかもしれんけどな。まあ、ということで、まあ、先進むか、はい、そうですね。あ、その初夢というものを、歌にした、まあ、詩吟というものじゃな、それに合わせて、こたびちょっと舞をさせていただこうと思いますので、まあ、ぜひ、正月の、まあ、なんか、年始めのな、恥かきではないが、まあ、皆様あたりぜひ正月気分を味わっていただこうと思いますので、まあ、ゆっくりとこの後ご覧いただきたいと思います。では、明日ちょっと自宅に参りか。あ、ちょっとこの間、繋いでおいて。繋いでおいて。あ、ありがとうございます。では、昨日に引き続き、我ら3名による何かの大会。何の大会。本日は3つ褒美を用意させていただいた。何かの大会。これが、我ら3人から1つずつ何かを出して、それに、はい、勝ち残ったものは褒美をいただくという。あ、では早速今日は誰から行く。今日はジゴロでよろしいですか。はい、ではジゴロからよろしくお願いします。ジゴロはクイズと言っていいんでしょうかね。ちょっとお考えいただいてお答えいただきたいと思います。分かった方は元気よく手を挙げてくださいませ。皆様もお雑煮食べましたですかね。はい、我らが上越はちょっと独特な、雑煮の子、まあ、具ですね。雑煮の子、具を入れます。その具材、一つ特徴的な具材があります。その具材を答えていただきたいんですけども、早速ヒントというものを出します。ヒントというものはこういう感じですね。にゃが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 、皆さん目が点になっておりますが、ブリキのおもちゃです。さて、お答えくださいませ。どうぞ。ゼンマイ。大正解。ブリキのおもちゃからどうしてゼンマイ。いやいや、もともと答えが分かってた。ブリキのおもちゃのところ完全にカットした。ブリキのおもちゃ、ほらガチャンガチャン。ありがとうございます。ガチャンガチャンってあるんで、ゼンマイを巻いて、おめでとうございます、はい、では、あんぼしがおめでとうございます、ね。まさにそちらの雑煮に、絡めまして、この辺は四角い角餅なんですけれども、丸餅、縁起のいい丸餅送らさせていただきました。ありがとうございます。うん、ありがとう。どうぞ。では第2問ですか。続いて、はい、召し上がったね。私は、はい、昨日に引き続きじゃんけんを。そこで微笑むんですか。一番楽なんです。ではお願いいたします。参加者挙手。まあ、全員参加していただきたいですか。新春2日目、技能戦、じゃんけん大会ですね。では、参るか。はい。あいこはなしじゃん。あ、負けは負けじゃん。あ、よろしいかね。まあ、確かに負けは負けですよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おろ、グーですから、パーの方だけ。パーの方。はい。1、2、3、4、5、5名ぐらいか。5名、はい。では、もう一度。最初はグー、じゃんけんぽい。パーなので、チョキの方、お、1、2、3、4人残ってらっしゃいます。もう一度、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。お、パー、パー、お二方目、カズさん様、今日弱いですね。うん、今日は弱い。お二方残ってます。一騎打ちされる。はい、じゃあ一騎打ち。これ、もらってるんですよ、インスタに。あ、これ、なんか、あ、そういうこと、じゃあ、木の心で譲る。まあ、すみません。お、わぁ、どうぞ、あ、代表して、はい、こちらの姫様がすごいですね。お見事であった、取り寄った綺麗でした。おめでとうございまして、すごい、おめでとうございます。そして3人目は、じゃあ最後、ちなみに聞くが、昨日わしのクイズを聞いたもの、ああ、いるな。同じものを出そう。まさか同じものじゃん。はい、では問題。あ、違う。
では昨日の逆の問題でいこうかな。謙信公は関東で年越しを8回行いました。では年越しもしなかった、関東遠征を含めると全部で何回関東に行ったか分かる者手を挙げ。冬場のということですね。冬場、はい、冬場というか全部合わせて、あ、全部合わせて関東遠征の回数、うん、年越しは8回ということはそれ以上、そうですね、金というと20回以下、20回以下で、じゃあ8以上を答えればよろしい、うん、まあ運試しと思って、9以上19以下かな、そうじゃん、はい、おはよう、13、惜しい惜しい、はい、では次参ろう、はい、では15、惜しい、惜しい、これ惜しいこの周辺どうぞ、次よし、よし、よし、誰でもよし、うん、13、15、はい、どうぞ、一声、うん、何でも言ってくれる、新春ですよ、開運、14、正解、正解、おはようございます、おめでとうございます、見事、おめでとうございます、じゃあお見事、おめでとうございます、おはようございます、おめでとうございます、よかったらご覧になってください、お客様後ろに来られますね、中の方にお入りください、ぜひこちら中の方へ入ってください、はい、